Do you need the speaker thing? まあ、作曲家である他にも主婦なので、はい、だから家のね用事もしなければならないので、だからお家の中に自分の仕事場を置いたという。あのね、ピアノがピアノをとりあえず入れたかったんですよ、この部屋に、はい、そしたらこんなにちっちゃなコンピューターのスペースになってしまって、でもこのピアノはもう、もう30年ぐらい一緒にいるのかな、だからすごい古いピアノなので、もう私の相棒で、はい、これで弾きながらイメージしてこっち側でコンピューターで打ち込むと。わかりました。じゃあ一応このプロジェクトの、まあ、今作ってくださってる、まあ、作曲してくださってる、曲もこのピアノで弾いたりしました。そう、それで、イメージのラフ、あの簡単なメロディーラインとか、はい、コードとかをこう想像してすぐこっちで打ち込んで、はロックマン US ネイビー、エリア88、いろいろ結構あります。でその後、フリーになりました。でもう作曲は今25年ぐらいしています。今回その、このお話をいただいたのは、ロックマン2の作曲者である立石くんから、こういうプロジェクトがあって、参加してほしいっていう風なオファーがあるよというお話をいただいたので、参加させていただくことになりました。まあ、あの前ですね、その代表作の一つというのは、うん、ロックマンというのは、喋ってくださったんですけれども、その、まあ、ロックマンといえばやっぱりイノフリー・ケージというのはあると思いますね、彼と一緒にやっぱり仕事をするというのはどんな感じでしたか？すごくあのね、あのクリエイティブな人なのですごくワクワクさせられました。あの彼の持ってくる絵とか見るのがすごく良かったです、うん、厳しい面もないですか？私がロックマンをした時には、彼はキャラクターのデザインをしてたので、まだ企画っていうかその、プロデューサー的なことはやってなかったんですよ。だから、直接そういうあのなんていうんですか、指示とかは受けたことはなかったんですけれども、でもなんかすごく良かったですね。提供された、絵を見て、キャラクターの絵とかを見てインスピレーションが湧いて曲ができたっていう感じですね。それはちなみに毎回毎回同じパターンですか？だいたい A をベースにイメージを膨らまして、そう、だいたい A をベースに、だから、A とかその世界観っていうんですか、どういう場面だとかそういうものを見てひらめくという形ですね。ずっと私が一貫して思ってることは、ゲームを盛り上げれる音楽を作りたいな、それぞれそのゲームに合ったあの音楽っていうんですか、はい、を作りたいなと思っています、はい、なんだろう、私だからカプコンに行った時にあの教えていただいた先輩が、とりあえずゲームはあの覚えやすいメロディーを作らないと忘れ、みんなでこうあのゲームをしてる人に忘れられちゃうから、
だから覚えやすいメロディーを作るように心がけなさいって一度言われたことがあったんですよ、はい、それがもうずっと延々25年間続いて、ゲームを作る時には覚えやすいメロディーを作らなきゃいけないなっていうのがもうトラウマのようになってて、だからそういうメロディーをこれからも多分作り続けると思います。まあ、何があったっけ？ロックマンの曲なんだ？何の曲がある？